株式会社ニッンは製粉業、食品業を営む会社。製粉分野では日清製粉に次いで日本国内シェア2位。欧米式機械を利用した日本初の製粉会社である。2020年までの社名は日本製粉株式会社。ニッ大ン、オーマイ、レガーロブランドで知られる。製粉業界最古産。第一次大戦後の不況による経営不振の折。 三井物産の支援を受けたことから三井グループの製粉会社となった。創業以来、小麦粉、ふすま、そば粉等の業務用製粉事業を行っている。家庭用小麦粉、プレミックス粉、パスタ、冷凍食品の食料品事業も大きな柱となっており、2012年現在では業務用製粉事業の売上高を上回る。その他、グループでペットフード、健康食品、 食品関連の機械装置の製造、ミスタードーナツなどの外食事業も行っている。2013年3月期の連結売上高の構成は製粉事業35.4%、食品事業54.4%、その他10.1%。1982年から2017年まで、イタリアの有名パスタブランドバリラのライセンス契約を保有し、 日本国内の独占販売を行っていた。食料品事業の強化が進んでいく中で、製粉の名がつく社名では、事業内容を十分に表現できなくなったことから、2021年1月に設立以来初の称号変更が行われ、1996年からコミュニケーションネームとして用いていた日本が正式社名となった。日本製粉時代の工場、龍ヶ崎工場なお、 2019年9月のコーポレートブランドロゴ改定を機に、オーマイから日本へブランド変更した製品があり、2020年春発売の新製品、リニューアル品からパッケージ正面に日ンロゴの表記が開始され、小麦粉のニップンハート、ニップン竹、タケ、ニップンイーグルは2020年2月のリニューアルに合わせ、日本ロゴに加え、いつも食卓に、 日本の日本語表記のスローガンも表記されている。日本ドーナツとヤマトフーズがミスタードーナツ、築地銀だこ、モスバーガーの店舗を運営している。同時に日本製粉が両社に原料を供給している。日本製粉はミスタードーナツの国内最大級 FC である。1980年代後半にはワタミフードサービスに出資していた時期があり、 共同でお好み焼きを主力商品とした各種飲食店を展開していた。後に株式公開に関する考え方などの事業戦略面での相違から関係を解消した。ありがとうございます。